ハローラー、こんにちは。パーカッションの高文です。今回はマフィンというですね、ドラムをミュートするアイテムのサウンドチェックとレビューです。はい、こちらロヘマっていうですね、ドイツのドラムスティックだったりパーカッションを作っているメーカーが展開しているミスターマフというシリーズのうちの一つです。ヴィンテージドラムサウンドツールということでね、まあ、デモ聞いていただければなんとなくわかるかなと思うんですけれども、いわゆるちょっと昔っぽいドラムサウンド、スネアで言うとですね、ドスドスドスみたいな低いね、なんともいえないくぐもった感じの音があるかなと思うんですけれども、スタジオミュージシャンがレコーディングするときなんかね、ハンカチをミュートにしてそういう音を出したりするんですけれども、限りなくそれの再現というか、それを簡単に乗せるだけで出せるようにしたというアイテムだと思います。はい、フェルトのリングミュート、厚さがねだいたい5ミリあって、結構厚め、しっかりしているリングミュートにハンカチって言っちゃっていいのかな、ハンカチみたいな布がついているっていう構造ですね。はい、見た目もねギンガムチェックなんでオールドスクールな感じ表現しているのかななんて思ったりしましたけれども、まあ、これを太鼓の上にさっと乗せればミュートができちゃうよと。で、取り外しも簡単と。ドラマーの方であればですね、まあ、レコーディングの時にすぐサウンドメイクできるアイテムとして、まあ、非常に便利だろうなと思ったっていうのと、あと意外とライブでこう曲ごとにですね、スネアのサウンドを変えたいと、いうことあるかなと思うんですよね。まあ、この曲ちょっとスネアのピッチ低くしたいなとかね、ちょっとミュートがかった感じにしたいっていうのをこう切り替えるのが素早くできるので、意外とライブで、いろんなこのスネアサウンドを出したいなっていう方にもいいんじゃないかなと思いました。で、スネアもそうなんですけど、特にタムに乗せた時にすごい音量落ちたなっていうね印象になるので、これ意外と練習アイテムとしてもいいんじゃないかなと思いました。これ乗せてるとね、結構叩き込まないとタムの音聞こえないっていうかね、鳴ってる感じがしないので、修行になるっていうかね、タムをこう深く鳴らす練習になるんじゃないかなっていうのと、まあ、特にこう響きすぎちゃう環境とかでちょっと自分のドラムの音タイトにしたいなっていうかね、一個一個粒立ち確認したい、打点確認したいなっていう時にこれ乗せて練習するとすごいいいんじゃないかなと思いました。あとパーカッションのアイテムとしてこれ何か使えませんかねっていうようなね出しをメーカーさんからいただきましたので一応考えたんですけれども、これですね、まあ、スネアやタムなどにね乗せると、この縁にちょうどね厚さがあるフェルトが来るので、これ手で叩けるということに私気づきました。つまりね、これない状態だとこのリムが出っ張ってて叩いたことある人ならわかると思うんですけど、これ痛いんですよね。はい。が、まあ、これを乗せるとこのフェルトを狙うようにして当てれば、こう痛さが多少軽減されるというのがありますし、音がね短くなるのでかなりパーカッシブなサウンドとして使えると、まあ、ハンドスネアみたいなねのいいんじゃないかなと。で、デモでお見せしたんですけど、低いタムとかねフロアタムにこれを乗せて手で叩くと、ヘボロとかねコンパクトボンボみたいな、な手でこうドゥンドゥンドゥンってベースが鳴らせるような、太鼓にすることができた。これ結構使えるんじゃないかなと個人的にねお気に入りになりました。はい。なんでちょっと気になるわっていうかね、あ、良さそうだわと思った方はぜひ真似していただければと思います。はい、というわけで今回はドラムミュートアイテムマフィンのサウンドチェックとレビューでした。何か気になることありましたらですね、コメント書いていただければ私の主観でよければ答えますのでよろしくお願いいたします。こんな感じでパーカッション情報がっつり発信しておりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。